のクロスの、アルニムラホームという曲を弾きます。では行きます。次はあのカトゥーンの Dead or Alive という曲を歌います。映画の、ジョーカーゲームという、まあ、亀梨和也さん主演のドラマで、歌われた曲です。ちょっと今から弾き語りでやりたいと思います。ちょっとすいません、音痴なんでその辺はご勘弁ください。仕組まれた嘘に繋がれたまま譲れない。
という曲を歌います。私の母が好きだった歌で、ちっちゃい頃はこの曲を聴きながら、ちょっとおふくろが歌う歌を聴きながらちょっと過ごしたりしてて、すごく印象に残っている曲です。では、いきます。Not tonight.